YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ドレミア食堂へようこそ。本日は皆さん待ちに待ったゲストコーナーです。いやー、本日は誰が来てくれるんでしょうかね。今回はもうずぶといが来てますよ。ということで、今回のゲストは京一郎に来てもらいました。歌ではね、コラボしてたけど、ちょっと今回料理をいろいろチャンネルでやっていこうかなということで、ちょっと出てよというので、全然本当に構わないですよ。いや、ありがとうございます。まあ、京ちゃんと俺長いから、YouTube もね、だいぶ引っ張ってもらって、今回ちょっと感謝の気持ちを込めてね、日頃の感謝を真心込めた料理を今日は提供したいなと。楽しみだな。お楽しみいただけると嬉しいですね。そうなんですよね。まあ、いつもゲストさんに、料理のリクエストをいただいて、はい、調理をするんですが、京一郎氏からのリクエスト、今回のリクエストはハンバーグでお願いします。ハンバーグ、ハンバーグずっと大好き。ハンバーグずっと大好き。生まれた時から。生まれた時から。だって俺ハンバーグ持って生まれてきたんですよ。音源じゃなくてハンバーグですよ。ハンバーグ。うぬ声が、うぬ声がハンバーグやったじゃん。そう、うぬ声がね。多分帽子もかぶってるんですよね。そう、ウエスターハットかぶってる。アイデンティティが確立されてるでしょ。生まれた時から。今回ハンバーグをメインにというか、まあハンバーグ尽くしでもいいのかなというところと、そうですね、京一郎氏の今後の、まあ、体、この体になってほしいなというところで、そういうところで若干、ね、グルテンフリー、糖質制限もちょっと視野に。すごい、ハンバーグ尽くし、ハンバーグ定食みたいな。あー、いいの。ハンバーグ定食ってなると、やっぱ普通はご飯が必要なわけですね。おー、ご飯が必要なわけです、はい、そこからちょっと頑張ってみようかなと。なんだ思います。はいはい。ということで、京一郎氏のリクエスト、ハンバーグ調理開始です。今回使う食材でございます。ひき肉は牛、豚、鶏、全部使ってみようかな。3種類の3種類ですよ。ハンバーグですから。そして玉ねぎ、ニンニクとグルテンフリーということで、糖質制限的な感じ。糖質制限ですからね。体に気使ってるじゃないですか。はい、大豆粉相当すごいよ、7割カットって。はい、まずはね、皆さん大好物のチネギ米を作っておこうかなと。白米に当たる部分ですね。やっぱ白米食べちゃうとなんか糖質がね。ですね、ガッツリ取っちゃうんで。これをちねれば、一個ずつがちっちゃいハンバーグだから。無限にハンバーグが入ってるって。そう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 。さあ。いや、果たして。はい。どれだけの。ニンニク。できてるのか。まあ150g ぐらい。そうですね。使おうかなと思います。塩小さじ1/2ぐらい。ほんとほんとちょっとでいいと思います。で、今回グルテンフリーの、グルテンフリーです。大さじ、この量だと 2-3 ぐらいかなと。で、これでまずはこねます。すげえな。まあ、今のとこひき肉とつなぎですね。うん、まあハンバーグ、一般的なハンバーグを、一般的ハンバーグですけど、こんなもんかなと思います。さあ、一人前のちねり米どんぐらいかかるのかなという。そうですね、頑張りましょう。絵が地味。ちょっとまずモデルケースを1個作ってみようか。ピタッとちょっといける、うん、そうだな。ちょっとでかい。ちっちゃく作るのすっげえむずいよこれ。日頃の感謝をね、きょうちゃんにこの努力のちねりで表して、ああ、知ってほしいなという。なるべく空気でいきたい。精密な動きをしたい。確かに、ピチッとしたゴム手袋がいいかもしれませんね、自宅でちねり米をやる場合は。絶対やらないだろうな。炊飯器投入するときにバラバラって言って全部一緒になったら思わない。いや、マジあり得るな。絶対くっつくよな。大丈夫、しゃもじっていう文明があるから。
ひねりやすい部位とそうでないとかあるんだけど、筋のところがでかくなる。確かに肉ちねりしね、あ、そう、はい肉ちねりし。全然ボール側の肉が、そうなんだよね、無限なのでは永久期間なんじゃない。もう2人で50個ぐらいやったよね。やってます。ここから早送りの映像が長らく続きますので、私かけりねが歌をお届けいたします。それでは聴いてください。ちねり舞恒例テーマソング、ジャスコへ行こう。かけりねでございます。鳥さんだってこうなるとは思わなんだ、豚さんだってこうなるとは思わなんだ、君に伝えたいのは、今夜は抱かせてよ、本当に伝えたいことがあるんだ、それは。完成かな。はい、2枚目完成です。集合体恐怖症の正体きついでしょこれこれきついねった終わった56分、400ぐらいいってる。400いってますね。400いってる。やったぜ。本当に喜ぶよね。では炊きましょう。一応これ、白だしを、まあ、6、7倍希釈して、はい、お酒を大さじ1、うん、醤油を小さじ2分の1ぐらい、いいですね、入れました。ちょっとしょっぱい、もう本当にうっすらとしただし汁です。だいたい200ぐらいってことは、まあ、1合の米を炊く水と結構量は一緒、うん、かなり近いですね。ですね、我がちねりまよ、まあ、ゆるくなるとかないもんな。うん、いきますよいや、べちょべちょっていったな。あ、でもなんかほら、なんかバラバラ感あるよめちゃめちゃって言ったなさあここからなんだよね。ちょっと待って、入れるのすげえ難しいこれ作るのぐらいに難しいよ、入れるのしかもすごい重要なポイントだしな。うん、でも今んとこほら、ただあのひき肉をただそのまま入れた感じとは違うよ。確かに、ちゃんとハンバーグ的な、うん、何がちゃんとかちょっとよくわかんないけどねちゃんちゃんちゃんっておいい感じ、いい感じ、いいよ。俺たちの苦労は無駄じゃなかったんだ。400個超のハンバーグが、はい、できました。ではさあ行ってください。はい、松竹です。お願いします。はい、